よし。はい。はい、今日はですね、iPhone。やっと届きます。はい、開けますよ。はい、こんな感じです。はい、開けます。こんな感じ。まずは iPhone SE ですね。はい、充電で、充電で。あとはこれイヤホンジャックですね。です。と充電ケース。はい、この3つと本体と入っております。あと、あ、なんかこういう iPhone のシールじゃね、ようこそ iPhone 以上です。え、ちなみにですね、今回は、はい、こちらですね、 iPhone7 から iPhone SE ですかに買い替えです。以上です。SIM カード入れて電源立ち上げたとこです。今回初めて知ったんですけど、パソコンから同期させなくても iPhone から iPhone へワイヤレスで転送できるっていうことが分かりました。パソコンじゃなくても転送できるんだ、全部。ですから今、なるほど、 iPhone から iPhone へのデータをやっております。結構ね、簡単なんですよ。何にも分からなくても、このままずっともう指でポンポンポンと押していくだけで、どん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 データ移行できる感じですね。ですからパソコンいりませんし、クラウドにもつなげなくてもいいですし、 Wi-Fi 環境もなくてもデータがいけます。ただ大体ですけど、データ移行完全に完了するまで約1時間ほどかかります。それでデータ転送完了です。転送完了、データもう一つのiPhone に転送されました。また売却する場合、設定に移動して全てのコンテンツと設定を消去してください。だってさ、復元しました、バックグラウンドでダウンロードされます、 Apple データ続ける、 iPhone 設定中になったよ、はい、利用規約同意、iCloud 設定をアップデート中。番号打たないか。Siri および音声入力の改善、オーディオ音録音を共有。ようこそ iPhone へ。はい。できました。あ、持った感じがちょっとね、 iPhone7 よりも若干角張、え、何やろ、持ちやすい、軽い、一緒くらいかな、わからん。完了する、 iPhone の設定を完了してください、 Apple Pay を設定で、俺のパスワードも全部一緒なのかな、インターネット接続。あー、指紋認証だけ親指しかなってないということで、指紋認証だけ一つだけ認証されたままで、他のやつは消えているので再登録が必要だと思います。2個目3個目4個目入れる人は再登録が必要です。あと Wi-Fi の接続もできてますし、入力もしなくても全部パスワードも入っておりましたので、本当に手間なく簡単に転送、データ転送できました。指紋追加しとかねば。なぜ指紋は、そりゃそうや、覚えさせられんか。これね、タッチ ID 何がいいかというとね、顔認証、あの iPhone って顔認証になったらタッチ ID できないよ、指紋。ということは、今マスクしてると、顔認証してくれんのが
多いんじゃないかな。本当に簡単に転送できました、まあ、パソコンに全部入れてあったのでパソコンでやってもよかったんですけど、まあちょっと、まあ、新しいことやってみたいなと思ってスマホからスマホ、 iPhone から iPhone へのデータ転送やってみました。でこの後ですね、楽天モバイルで契約しているので楽天モバイルの、プロファイルを、ダウンロードして無事 4G 回線でも使えるようになりました。本当に簡単にできましたので手間いらずですね、指でポン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 と感覚と言いますか見た通り書いてある通りやれば簡単にできます。アップルストアのマコット、はい、ママがミシンでマスクを作り出しましたのでこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。